日テレスポーツ YouTube をご覧の皆さんこんにちは日本テレビアナウンサーの山本博之です本日は7月にオーストラリアとニュージーランドで行われますサッカー女子ワールドカップその日本代表なでしこジャパンの代表が発表されるということで千葉県幕張市の会場に来ておりますそして本日ご一緒いただけるのが 元なでしこジャパンでワールドカップ優勝メンバーそして現在、日テレ東京ベルディーベェレーザー所属の岩清水あずささんです。よろししくお願いします、えー、今、実はですね <laughs> あんまり大きい声出せないと。ちょっと,というのも、我々のすぐ横でこれから会見が行われる発表されるということなんですよね。うん カーテン一枚ですからね。そうなんですよね。緊張感のほう。そう。我々のいる空間はこれ普段ブライダルで使われてる空間ですね。ですから結構綺麗な壁紙もありまして、そうなんですよ。<laughs> どうなんでしょうかね。雰囲気っていうのは今わかるんですかね。ちょっと人も増えてきましたね。はい。あ、はい今。今<ー>手持ちのカメラからぐるっとカメラもたくさん来ていまして、<ー>席がずらっと並んでいて<ー>奥に。 日本代表日本サッカー協会のバナーがあって,ていつもの光景ですよね、えー、ねこれテレビで見る記者さんたちとカメラを、えー、たくさん来てくれるってやっぱ嬉しいですよねあ<ー>注目してててもらってるっるいう、うん、いよいよワールドカップが始まるんだなとうう、ね、いうことでなでしこのユニフォームも,もう飾られているという状況ですで1時から始まるということですので。はいは どうなんですかねわくわくドキドキという中での会見となります、うんえー、この会見後にはですね選ばれたメンバーの顔ぶれであったりどんなチームになるのかさらにどこよりも早く岩清水さんにスタメン予想もしていただくと <laughs> もう予想しちゃいます <laughs> どこよりも早く一番早い多分そうだと思いますよ。<laughs> あと決めて実際蓋を開けてみたらどうなのかというのも楽しみにしたいと全然違うじゃないいいいかややや岩清水さん的なでしこジャパンということですから今日ばかりは監督みたいなそうです監督のその采配を振るってください岩清水さんへの質問であったり代表選手への応援などコメント欄ありますのでぜひ皆さん書き込んでみてください配信中にご紹介できるところしていきたいと思いますさあでは あと15分ですか、うん、始まるということなんですが、まずなでしこジャパンのこのワールドカップの対戦相手、見ていきましょうグループ C、です、えー、ザンビア、コスタリカ、スペインという参戦ですが、日本にとってこのグループ、はい、どういう印象がありますか、岩清水さんはえっと。やはり最後の3戦目のスペインっていうのが、えー、まず一番あのレベルの高いというか、優勝候補の1チームだとは思うので,、えー、で、そこまでですよね、そのザンビアに、 確実に勝ち三3を取りに行く戦いっていうのをしつつコスタリカっていうのもね、まあ、なかなか多分やりづらい,い,いう、侮れない相手だと思うので、えー、そこでもしっかり勝ち戦を取るということがその決勝トーナメントに続くのかななとは思ってますうんうん、うん、そうなんですねですから、やはり、はい、初戦がとにかく、まあ、男子のワールドカップもそうでしたけれども FIFA ランクで見れば、はい、まあ差はあるとは思うんですけどやっぱり大会の初戦って 何をやるにもやっぱり難しいんですよね雰囲気も違いますしどんなんだろうってこう緊張感ワクワク感っていうのもありますし、はい、いくら多分その差があったとしてもなかなか入りとしては硬くなるのかなと思うので、えー、まあしっかりもう一点でも2点でも勝ち点3を取るっていうのがまず大事かなと思ってますその後の戦いぶりにもつながってくる、はい、ということなんですね7月の22日に <laughs> 日本としては開幕するもう本当に来月ですからねもうすぐですからねでも正直その一番最初に勝ち点三三取らなきゃっていうのって結構プレッシャーだと思いますあそうですかその先を考えるとね取らなきゃいけないここなんかピークに持っていかなきゃいけないはいっていうのなかなか難しいと思いますえそれは経験上この2011年は優勝されましたけれども初戦って今振り返るとそうですねえとニュージーランドだったんですよで先制点取れたんですけどその後すぐに失点しては一日の時間が長くて 普段だったらもうちょっと自分たちの方がボールを持ってたりとかもしたんですけどやっぱり初戦っていうのはそうだったんですねそれだけ初戦の難しさがあるということで今のスタッフからもうちょっと声抑えめでということでこれでもそれぐらいそれぐらい近いんだよということが分かっていただければ確かにいよいよちょっと静かになってきてそうですねあと 職業がらしと持ち前のあの充電音が。確かに。すいません。え確かに。職業が無理です。厳しいですね。厳しいです。普段響かせろって言われてる分、ここは抑えろって言われる。活かせない。活かせない。自分の良さ。わかりました。ちょっと抑え目でいきたいと思います。でも皆さんにはこれ聞こえてるんですよね。この声でもね、ちゃんとね、マイクの性能がいいので大丈夫です。じゃこのレベルでいきます。はい。いいですね。この小説話話してる感覚っていうのが。 いやだってリアリティありますよねありますよリアルですマジで隣ですからね今ねどうなんですかこの代表発表の前10分前ですよ吉見さん今までま今日だってわからないですよそうですよこれ今日どうしようあるかもしれないんでそうなったらもうじゃマイク外してもらってすぐそしたらもう山本あなたっけになるそういうことになるんですけどないないですけど気持ちとしては選手はどういう気持ちでこう今発表を迎えるんですかうんでも ね、サッカーやってる以上みんなが目指す場所でもありますしみんながそわそわして待つ場所だとは思うんですけど、うん、まもちろんその中でもその当確の選手がいたり当、はいはい、落線上がいたりっていうのはまあ自然な流れだと思うので、うんね、そのワールドカップへの気持ちを作ってる選手はもちろん多分安心してというか普通に見てると思いますけどその中でもその若い選手とか当、はい、落線上の選手っていうのが。 ねどうしてもそわそわするとは思うんですよねそれは仕方ないと思いますしどういうところが今回の選手のこの注目ポイントになってきますかねそうですねサプライズってないかなってちょっと期待してるんですけどちょっとここのところねあのなでしこファンの間では噂になっている選手もいますもんねもうにわかに昨日昨日ありましたね。あのウィーリーグ MVP に輝いた選手 きのうね、青、ね、あの表彰式があって、はい、MVP に安藤浩泉が入ったんですよ、皆さん知ってると思うんですけど40歳ですよ、しかもなんだけど、2009年ぶりって言ってたから、14年ぶりぐらいってことですよね、どうですか、実際入ったらどんな影響をもたらすという清水、いや、本当ね、私ね、わ今回、MVP だから言ってるじゃなくて、はい、ちょっと前から言ってるんですよ。あそうなんですか、はいあの 本当にまあ今コンスタントに試合に出てますしうん、うん、レッツのやっぱ良さ、今レッツが勝ってる良さってあの人がやっぱベテランとしてあの人がポンっていると、はい、まあ若手、中堅みんなが一つのチームになれるそれをすごく感じてて、うん、で、本当に小杉さんってなんか本当に性格もやわらかいんですよあそう,なんです、ね、そうだから本当にチームにこうポンって入っても誰とでも多分喋れますしうん、うん、誰とでもこう,うまくみんなをつないでくれるんじゃないかなって期待もあるし。<laughs> かといってその そういう役目だけじゃなくて、<えっ S 2> まあ今回レッツだったらセンターバックもやってたし、そうですね。前が足りない時は前に上がってって、うん、ゴールも含めてましたし、本職として、はい。だからやれるポジションも多いし、やれるなんですかね、役割も多い。はい。チームの中での役割ですね。うん、ぜひ、うん、って思ってるんですけどね。いやちょっと注目したいと思いますけど。待ってます。<laughs> <laughs> 声出ちゃうかもしれないですね。なわ、えー、れたらね。 注目選手などはいますか？特に注目している選手。え私はまあ今回挙げるのはえっとアオバ富選手。同じベルラでチームメートではあるのでちょっとまあ引き目で見てしまうところもありますけれども、それでもその今最年少として選ばれるかっていうところなんですけど、でもね今のチーム一緒にやってますけど、本当最年少っていうなんか言葉が似合わない。あそうですか。もう主力チームを引っ張ってくれてるぐらいの選手と。 ポテンシャルがあるんで、うん、なんか期待もしますしなんか今大会、まあ、出れたとしたら、はい、多分すごくいろんなものを吸収して帰ってきてくれる選手だと思うのでそういう青葉の成長を考えても選ばれてほしいし試合に出て活躍してして,いうのってほいな、ね、あのポルトガル、デンマークの遠征から帰ってきてからのベレーザでのプレーっていうのも、うん、選手に聞いても変わったという話を。 取材してると聞くんですけれども、それそうなんですよ。あのー、なんていうんですかね、選ばれて、はい、じゃあ海外でプレーしてきて、ええ、いろんななんか悔しさをし知って帰ってくるんですよね。ああなるほど。あのできたことっていうのはもちろんあるかもしれないけど、ええ、なんかいつもそのあできなかった、頑張んなきゃっていう気持ちで毎回帰ってくるんですよ。で毎回帰ってきてそのベレーザーの練習に、うん、そう心身に取り組んで向上心持って取り組んでっていうのがすごいいい循環にしてくれてて、はい、そうだそれがすごい今の。 ベレーザというか、私は何かこう求めているぞというか。うね、で、今回また選ばれて活躍もして、うん、で、またいろんなものを。しょって帰ってきて、うん、さらに個人としての成長ができる。そうですね。チームの一員として期待したいみたいな,、ねな。今まさに、あのなでしこジャパンの主な過去の戦績が出てます。輝かしい成績から。悔しかった成績まで入っていますけれども、この流れ。うんうんうん っていうのは、清水選手は本当にこのど真ん中を走ってきたわけですけど <laughs> どのように捉えてますかうん、まあ、正直、ね、その過去の、ねあのー、比較はできないっていうか私たちがいた頃のその成績とはサッカーの成長スピードも違うと思うし、うん、まあその時のなでしことまた今って絶対全然違うし、はい、サッカーの種類は違うかもしれないですけど、はい、まあそれでもやっぱりなでしこが世界に置いていかれないようにもっと、うん。 結果っていうのをベスト8じゃなくてベスト4までやっぱ入っていかないといけないのかなと思うのでそのためにも、うん、今回の大会もっとこう上位に食い込んでいくっていうのは必要かなってて感じてますけど、ね、あの海外勢っていう点で言えば、はいうん、本当増えていて海外の経験を積んでる選手も多くなると、はい、むしろその方が多いというふうになってくるかもしれないんですけれども。私たちの時は 逆なんですよねその海外組が本当に一握りぐらいで、うん、国内組がほぼ占めてて割合としてはそうだったんですけど、うん、今って逆で国内組がまあちょっと一握りぐらいになってきて、うん、海外組がほぼみたいな形になってきているっていう図を考えると、まあ、チームバランスって非常に難しいなというかバランスが難しい、はいあのー、国内組でやってる子たちって割とそのチームを背負って代表を選ばれるイコールチームも背負ってるんですよ。 中中心中心の選手たちですよね背負いながら戦っているその責任感みたいな、すごいかん思ってる子たちが多い,、うん、多いと思うんですよ、はい、それを日頃、そうやって背負って、なでしこジャパンとして背負って、チームも背負って、なんかプレーしてるい、うんはい、っていうのな、うんうん、やってるんですけど、はい、まあ海外組、じゃあ見てみたら、うん、引っ張るというよりかは、まあ、引っ張る選手がもちろんいると思うんですよね、うんそ、そのチームのキャプテンとか。はい まあいる中でそこ,のまあそこについていくっていうパワーバランスっていうのもあると思うんですようん、まあ、強豪チームに入れば入るほどその中でしっかりついていかなきゃいけない、うんうん、必死になっている選手たちチームを引っ張ってくれる選手がいてその位置みたいなのがちょっとまあ思い浮かぶみたいなところなんですけどそれで、ね、代表に選ばれたからって別にそれがリーダーシップになってほしいなと思いますその後、はい、そのチームとして集まったときに。 だからっていうのじゃなくて集まったときに,集まった時にそのリーダーシップ張れる選手がいてでそういったチームバランスっていうのができていけばいいけばのかなどうでしょう、そういった意味では今年に入っての戦いぶりというのはシー・リービスカップもありましたし、うんうん、先ほどヨーロッパ遠征もねはい、はい、ありましたけれども。はい ここでのなでしこの戦いぶりというのはどのようにご覧になってましたか。まあ結果だけ見るとね、はい、正直そのまあ自分日本より上位っていうチームにはちょっと勝てなかったっていう成績が残ってて、まあカナダには勝っていましたけど、はい、ちょっとカナダもそのコンディションがもう良くないな。まあた本当に言ってまた違うだろうな。なるほど、別チームになってるの感覚はあったんで、うん、まあ本当に。 あ1ゼ0とかね、惜しい戦いしてますけれど惜しいところを勝っていかないと、うん、<laughs> とは思うんで、はい、そこは一、まあ、つ壁を登ってほしいなって思ってて思ます、うんまあ。そのディフェンスの枚数を4枚にするのか3枚にするのかっていうところもいろいろ試行錯誤しながらのここまでの道のりでしたけれども。でね、でも割とででも、その3バックで、うんはい ほぼやってたんで、ええ、まあ今さらいろいろ変えるはなさそうなのかなっていうのはあるんで3、うん、バックであとワイドがこう戻れるような戦い方は引き続きするのかなっては思ってて思ます、ねうん、まあ本番が始まったらやっぱりザンビア戦でじゃあそれがどう、ね、でその前にですよ、はい、パナマ戦があるんですね今後の日程もちょっと見ていきたいんですが、うん、7月の14日ですから、うん、本当に旅立つ直前に カナマと戦う、まあ、コスタリカと中米同じということで、うん、仮想コスタリカという点になるとは思うんですが、はい、直前の戦いっていうのは、うん、大事なものですか大事ですね、うん、その今までだとどうしてもメンバー争いサバイバル兼ねたゲーム、うん、自分をアピールしなきゃいけないみたいな、うん、ゲームだったんですけど、はいえー、これある程度そのメンバー発表された後の試合なのでじゃあこうしてこう、ああしてこうっていう作戦は練りやすいのかなと思うので。はい なるべくここでトライしてエラーして修正してっていうのをうん、うん、エラーもありですか全然ありです<あ>やらないとな、ね、多分本大会でエラーしすのムもやだ<う> <laughs> で私たちの時のワールドカップ2011の時のワールドカップかな、はい、それも,も行く前にアメリカと2戦やらせてもらったんですよね、はい、まあもちろんのこと2連敗なんですよ、うん、でもそ,のそこで出た課題を何ですかこのときこうしようかっていうミーティングをすごい重ねてで試合のときにそれを実践するみたいな で十一年は決勝でじゃあアメリカと与えで勝ったわけですよね。すごいやっぱり大事なんですね。ちなみにですけれどもそのパナマ戦は日本テレビが中継させていただきます。ありがとうございます。何卒。これ一つ解説に岩清水さんもいらっしゃいます。よろしくお願いします。解説します。さんもはい来ていただけますよ。ちょっと久々なんですよねサワさんとおしゃべりする。あそうなんです。楽しみです。楽しみ。どんな戦いになるのか。私も久しぶりですね。いらっしゃいます。

ちょっと本当にいよいよこの声が漏れ始めちゃって、もうちょっと静かにしないといけない空気にはなっております。はい。えなんか私のも初めてですこういう会見。あ近くで現場に来るの。いつもはどちらで見てたんですか。いつももう聞く側だったりしますし、でもそんなんか最近だと選手仲間同士で集まってたりするんですか。全然一人ですか。うん一人だし、会見持ってたみたいな。

いるわけですねねいると思いますよ一方って言われつつもわからないっていうのがだって発表だと思うんですねそうですよねあでも結構来てます明日興奮して声大きくなるよねやっぱり来てますね高橋さんとかってわかってくださいありがとうございそうなんですよす大きくなっちゃうフォワードはちゃんと直近の実績がある人が選ばれますようにというパラーキさんの なんでしょう、うん、重いというものが溢れてますね。いやいやいやあ一時になりますけど、いいんですか、喋って。あの,あの始まったら、静かにします,あますで。この間だから、安藤梢がほら、M. V. P. なったんじゃないですか。あの、昨日。はい、でも、それって、今までそのなでしこジャパンから選ばれがちだったんですよ。あ<ー>でも、それでも、今、その、まあ、選ばれてない。側の、先週なんか選出してくれたのは、なんかすごく嬉しかったです。ああ、そうなんです、ね。なんか、リーグだけの、本当に表彰という、リーグだけの。うん 成績で見てくれたんだっていうのはなんかすごい嬉しかったですねうん、うん、いや結構勇気をもらったね選手もいるでしょうしうで、ねうん、なでしこファンサポーターとしても胸アだった、うん、今回の選出だったか、ね、同じねですねベテランっていう人間でやらしてもらってますけど、はい、上には上がいるんなっても四つぐじくちく痛いですね <laughs> 4つ5つぐらいそうですよねまだだから 今清水さんもまだまだ行かないというまだまだ成長したいとか言ってたからインスタにやめてください何これ以上成長すの超人すぎるんですよすごいですなまだ成長していきたいですってコメントしてて、やめてくればカズさんみたいになって言ったりして今後50年それでもなっても今シーズン4,5点取ったんじゃないですか そうですよねまた撮ってるよいや本当にだからどこでもプレイできて出た場所で結果を残せるっていうところがもしかしたらあるかもしれませんね待ってるんですけど夏休みの時期だから頑張れば現地で見に行けそうっていうガオガオさんのコメントもありますねニュージーランドとオーストラリアですよね旅行にはいいんじゃないですかえってことは寒いってこですよね試合寒いんだ冬ですね 今しやべ <laughs> 改めて <laughs> 寒いワールドカップとかあってオリンピックとかって、えー、なかった,すなかったですかなんか蒸し暑い確かにあんまりイメージないですね、うん、寒い,い,いね寒いワールドカップってないですかないです,いですねああそういった意味じゃなんかまた違う大会になりそう,うかこれ日本代表ダネシコにとっては、うん、いい傾向ですかちょっとこう相手も相手にとった方が有利なんですか。<ー>どうどうなんですか若干暑さに強い日本 が我慢強い日本みたいなことを考えるとすると始まりました、えー、皆様本日はお忙しいところお集まりいただき誠にありがとうございます、えー、ただいまより7月14日に宮城県 i w a スタジアム仙台で開催される MS&ED カップ2023 並びに FIFA 女子ワールドカップオーストラリアニュージーランド2023をたたくなでしこジャパンメンバー発表会見を始めさせていただきますそれでは初めに登壇者のご紹介をさせていただきます皆様から向かって右側公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三でございますこんにちは続いて左側公益財団法人日本サッカー協会女子委員長佐々木則夫でございますこんにちは そして中央なでしこジャパン監督池田太氏でございますこんにちはよろしくお願いしますでは初めに登壇者より皆様にご挨拶させていただきます初めに田島会長よろしくお願いします座ったままで失礼します本日はお忙しい中なでしこジャパンのメンバー発表にお集まりいただき本当に感謝しておりますまた日頃ご支援いただいているパートナー企業の皆様この会見をご覧になっている ファンサポーターの皆様に改めて感謝申し上げます FIFA 女子ワールドカップあと1ヶ月となりましたなぜしこジャパンは7月14日に宮城のユアテックスタジアム仙台でパナマ代表女子代表と ms&ad カップを戦いますそしてその翌日に グループステージ初戦が行われますニュージーランドに向けて旅立ちます今大会はウィーリーグがスタートして初めてのワールドカップとなりますプロが誕生してそして日本はアメリカやヨーロッパに追いつこうとわれわれ努力してきたところであります多くの選手がまた海外へも旅立っていきました そういう中でこの新たななでしこジャパンがどのように世界で戦うか私たちとしても本当に楽しみなこのワールドカップとなっております実際今日あの発表する選手まだ僕聞いておりませんあのそういう意味では私自身も今日いろんなサプライズをいただけるのかなと楽しみにしています特に若い選手アンダー20で世界大会コスタリカで準優勝など 非常にいい成績を残しているので、そういう意味でも、何かサプライズがあればなというふうに思っています池田監督は2021年秋になでしこジャパンの監督として就任して、非常にアグレッシブで、選手もボールも動く新たな戦術でなでしこジャパンを作り上げてきました。 コスタリカのアンダー2 0で準優勝をした選手たち、そして東京オリンピックで頑張った選手たち、そういう選手をしっかりと結びつけ、素晴らしい試合を展開してくれると信じています。グループステージはザンビア戦、コスタリカ戦、スペイン、非常に難しい相手ではありますが、しっかりと戦い、ノックアウトステージへ駒を進めていくことと思います。 皆さんあと1ヶ月に迫ったなでしこジャパンの FIFA 女子ワールドカップぜひ一緒に盛り上げていただければと思いますこの1ヶ月間皆さんよろしくお願いしますありがとうございます田島会長ありがとうございました続きまして佐々木女子長よろしくお願いします皆さんこんにちは女子長の佐々木です本当に多くのメディアの方々が、えー、詰めかけていただきまして 本当にありがとうございますもう部屋に入りきれない、こんなあの多くの方がです、ねえー、賛同していただきまして、えー、ありがとうございます。また、えー、配信で、えー、サポーターの皆さんも視聴していただき、えー、ありがとうございます。えー、そして、何よりも、えー、パーートナーの日頃、パートナーの皆さんからは、活動にあたり、多大なるご支援をいただき、併せて、えー、御礼申し上げます。えー、また えー、池田監督は先ほども会長の方からご紹介ありましたけれどもまあ2021年10月に監督に就任し約 1, ヶ月1年9ヶ月ですね、えー、なでしごジャパンのワールドカップへ向けての準備をしていただきました、えー、そういった意味では意外に短い期間ではありましたけれどもやはり株の若い世代を代表指揮して しっかりと成果を上げそして池田ジャパンのチルドもそれを代表に赴き非常に安定したチームに1年9か月ではありますけれどもなでしこジャパンを形成していただきましたそして7月14日仙台で行われます MS&AD カップ20237月,月14日にはぜひ、ね、多くの方が 観戦に来ていただき応援していただきワールドカップに送っていただければと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたしますまあ池田監督はですね就任当初から勇気、感動を与えるような試合をやるんだということを常日頃、口すっぱく選手に伝えてあります。そんんな中中ででももちろん勝負も関わる中で やはりそういった意気込みを持つのが伝統のなでしこジャパンではないでしょうか、まあ、そんな意味も含めてです、ね、私どももこの池田ジャパンの今後の成果については期待しているところですまた日本女子代表なでしこジャパンがです、ね、命名をいただきました一般公募でした2004年に一般公募で命名をいただいて 今年約20年に達成になりますまあその当時になでしこジャパンのビジョンというものを掲げましたまあそんな時にひたむき芯が強い明るい礼儀正しいというようななでしこビジョンまあこれが各試合においてプレーもそうですけれどもその質の内容がこの4つのビジョンに掲げられていました しかしやはり20年経ってこの社会も多様化しこのひたむき芯が強いというような要因がやはりさまざまな多様の感覚になってきたのは間違いありませんしかしこれからもこれまでもこれからもですねこういったなでしこビジョンというのは継続しながらチームを作っていくことは間違いないと思いますけれどもやはり20年たち若い世代のもとの中で多様化していろんなさまざまな 広がりがりりあると思っておりますビジョンの中にはそんな中でやはり新チームとして池田ジャパンが形成する中で若手も入りながら新たななでしこビジョンというものを継承しながらやっていかなければいけないんだろうそんなことがですね一つビジョンの中で少しこうクエスチョンがあったそんな時があったようにありますそしたらワールドカップ優勝して 優勝という歴史を作ってくれた OG が活動の中で来ていただきそして今の選手たちにメッセージを送ってくれました。それは過去にとらわれずあなたたちらしさそしてあなたたちらしさのサッカーそして意識というものをビジョンを掲げてぜひ正々堂々とワールドカップを頑張ってきてほしいというような言葉をメッセージをくれました。 まあそんな中で若い新たななでしこジャパンの選手たちもふっと思いながら気持ちを切り替えそう私たちは新たななでしこジャパンのチームとして美女を掲げそして世界へ挑むんだというような踏ん切りを聞くことが先日ありました、まあ、そんなことを含めてですねこれからはしっかりと自分たちらしくそして 挑戦し続けるそんな存在であるなでしこジャパンこちらにもありますけれども「BeYourBestSelf」常に最高の自分で挑戦を続けていこうというような要因を OG からもメッセージをいただきそして我々 JFA としてもこのメッセージを力に世界大会女子ワールドカップに向かっていきたいと思います。 ぜひ皆さん同じサッカーファミリーとして池田なでしこジャパンをご支援ご支援よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたお願いいたしますありがとうございましたえ佐々木委員長ありがとうございます、えー、では最後に池田監督よろしくお願いします皆さんこんにちはなでしこジャパン日本女子代表監督の池田です本日は、えー、お集まりいただき 本当にありがとうございますそして配信をご覧のサポーター、国民、関係者の皆様、本日はこのメンバー発表に参加していただき、ありがとうございます。また、我々日本代表活動を支援していただいている、サポートしていただいている企業の皆様、本当に日頃、ありがとうございます。私が就任してから 選手それぞれ本当に自分の成長強いなでしこを取り戻そうそういった大きな志を持ってさまざまな挑戦繰り返してきてくれました日本ではィーリーグが始まりプロリーグがスタート そこで成長を加速する選手もいました、また海外クラブへ移籍しあた新たな環境を求め自分の成長、夢の実現そして、なでしこジャパンをもっと強くしたいそういう素晴らしい志を持った選手たちそういった選手たちにまずは本当に 感謝または尊敬の念を抱いておりますますた今日23名の選手を発表させていただきますがその23名に入らなかった選手も本当に日頃からサッカーを追求して自分と向き合って成長してくれてたそういった選手ばかりです。またたそういった 選手を日頃、鍛えていただいているチーム関係者の皆さん、それは国内、国外、かかわらず所属チームのスタッフ、指導者の皆さん、そしてそれまで育ててくれてくださった指導者の皆さん、そして温かく見守ってくださった保護者の皆さん、 そういった関わってきたすべての皆さんに感謝申し上げたいと思いますありがとうございます自信を持ってこの23名を私は選び来月からニュージーランドオーストラリアで戦う始まるワールドカップに向けてまた一つ準備を進めていきたいと思っています 世界のサッカーは本当にに急速に成長しています。もちろん大会に参加する上で本当に頂点を目指して戦っていくこと大きな志を持って戦っていくことはもちろんですがその大きく成長してなかなか厳しい戦いの中でも我々なでしこジャパンが。 頂点を目指して諦めず戦っているそういった熱い試合、熱い一瞬一瞬を皆さんと共に作り出せていければいいと思います。<laughs> これから発表させていただく二十三名は日本女子サッカーの代表として、そして今まで支えて くれた方々の思いそして、そこで23名に入れなかった選手の思いすべての思いをしっかりと気持ちに心にとどめ責任と覚悟とそして大好きなサッカーで世界の頂点を目指す喜びを持って戦ってきてほしいと思いますし。 戦っていきたいと思ってますまた皆さんと約1ヶ月後のワールドカップに向けて大きな渦を作っていければ幸いですぜひ皆さん一緒に戦ってくださいありがとうございます、えー、池田監督ありがとうございました、えー、それでは池田監督よりメンバーを発表させていただきます。監督、ね、よろしくお願いしますそれでは ワールドカップ戦う23名を発表させていただきますゴールキーパー山下彩香平尾千佳、田中桃子フィールドプレーヤー 熊谷沙紀直本光る田中美奈三宅詩織清水梨紗 瀬池紀子守屋雅長谷川結杉田雛 林穂香南萌香長野風香千葉レミナ。 植木莉子宮澤ひなた高橋花遠藤淳 石川、リオン。富士の、青葉。浜野、舞香。以上、二十三名なります。はい、池田監督、ありがとうございました。 現在、会場では皆様にメンバーの資料を配布していますので、少々お待ちいただきたいと思います。この時間を使いまして、JF ヨリーをご内容をさせていただきます。7<ー>月6日木曜日の17時30分より、m スサンデーリーカップ2023および FIFA 女子ワールドカップに臨むナラシコジャパンの応援イベント、ナラシコジャパン倉庫会ビ e Be Your Best、Self、を東京都内で開催いたします。倉庫会には6月27日からの国内トレーニングキャンプに参加する選手、監督が参加を予定しているほか、 ゲストの方々にもお越しいただき戦いに臨むチームを後押しします、はい、こちらの壮行会に JFA 公式アプリ JFA パスポートよりご応募いただいた方から抽選で70名様をご紹介いたします、はい、本日よりご応募可能で締め切りは6月23日金曜日です<ー>ぜひふるってご応募ください詳しくは JFA 公式サイト JFA.JP または JFA 公式アプリ JFA をご覧ください、えー、驚きがあると思いますい 岩渕選手は入んないです、ね。はい。恐らくフィールドでーー。今日、えー、は、まあ、ゴールキーパーがまず最初発表されてその後フィールドプレイヤーということで。年齢順だったんですよね。<laughs> はいよろしいでしょうか。途中から。途中から、あれ年齢かなって思った時に。えー、それでは、え、仕事に入ろうと思います。岩そ選手もあります方はっか。たんですね。すおそらく記者の皆さんからも。えーま、この辺りは多分質問出てくるんじゃないかなと思うので、えー。ご質問対象者をしていただきまして、ご質問をお願いします。 そのあたりの理由というのが語れるかと思います教師でお知らせくださいでは中央の手手と掘った赤いネクタイの男性の方お願いしますそうねあと遠藤潤選手も間に合ったってことです読売新聞の平沢です今日はありがとうございます池田監督にお伺いします今回のメンバー選考で重視した点一番重視したポイントっていうのはどちらになりますでしょうか まあ重視した点、まあ、一番と順位をつけるのは本当に難しいことで、すべていろんな総合的に考えたことはあ事実です、またその中で、まずわれわれが活動している中でのその時のパフォーマンスでしたり、影響、どういったことを示してくれたか、それと所属チームでの現在の状況。 またそれを踏まえワールドカップでの戦いグループステージまたその先またいろんなシチュエーションピッチ上ピッチ外さまざまなシミュレーションをした中で選手の選考に当たらせていただきました。 ありがとうございますすみません、個別の選手のお話で恐縮です、えっと、10番を背負ってきた岩渕選手、今回メンバー入りしませんでした、えっと、今お話のあったその所属チームでのっていうところを踏まえてのことだとは思うんですけれども、えっと、おしゃれる範囲でどういう決断だったかということをお聞かせくださいまず、岩渕選手、これまでチームを作っていく、その過程の中で、 本当に彼女の持っているなでしこに対する思いプレーそういったのでチームを引き上げて本当にチームのために動いて戦ってくれてましたまたこのタイミングで私がメンバーに選ぶ23名を選ぶ中で先ほど申しました一つの理由ではなく 代表活動コンディションまたは今のチームの状況そしてさまざまな大会でのシチュエーションを考えてその23人を選ばせてもらったそこの結果の中で彼女だけじゃないですけどもこのメンバーに このタイミングで選ばれなかったそういった選手も数多くいる中で本当にここの23名以外の成長してくれたまたなでしこに力を与えてくれた選手に感謝してますしそういった思いは今でも私の中ではありますありがとうございました。 今ご質問いただいた方の後ろの白いシャツの女性、よろしくお願いします。共同通信の星田です。よろしくお願いします。あの実際こう決めるまでにかなり悩んだと思うんですけれども、こう一番こうまあスタッフでお話しする上でこう悩んだところ、一番こうお話ししたところっていうのはどういったところでしょうか。はい、もちろんかなりスタッフともいろんな角度から選手選考につきましては。あ 時間をかけて考えました、まあ一番といいますのなかなか順位も本当に難しいところですけどももちろん全体的なポジションバランスも考えないといけないですし大会という期間の中でチームという生き物がどういうふうに動いていくかそういったチームバランスチームの雰囲気をどうやって作っていくか。 そういったことも含めて総合的にいろんな角度からメンバー選考チーム作りをしてい,といったところでは何が一番というのはなかなかお答えづらいところはあります。 あともう1点なんですけれどもあのまあ今年、アメリカの遠征それからヨーロッパの遠征とこうある程度こうメンバーを固定してあのまあ組織としてこう積み上げていくというところだったと思うんですけれどもまあ今回、そこに入っていなかった千葉選手、高橋選手というのをお二人をあの選ばれましたけれどもこうそのお二人の状態とそれからそこにこう入っていくそのフィットしていくというところへの期待だったりあのまあやってい もらえると思うから選んだと思うんですけれどもそういったご期待のところを教えてください、はいはアメリカの遠征のメンバーそこだけのチーム作りではなく私が就任してから全体的なその選手のポテンシャルでしたりやれることというのは代表活動も見てきましたしまたその選手の現在の 状況それまでのことも各チームとも情報を共有して見てまいりましたその中で今名前が挙がった選手たちがしっかりと成長しワールドカップに向けて準備を進めてくれたまたその選手たちの持っている良い部分 千葉選手のダイナミックな動きでしたり高橋選手のしっかりとした後ろでディフェンダーとしてのスピードやそういったポジティブな部分がワールドカップに向けて積み上がっていくのではないかとそういったところも期待しながら選手選考に当たった次第です。 ありがとうございます、えー。他いかがでしょうか。では奥のはい男性の方お願いします。ありがとうございます。ウィーラブ女子サッカーマガジンの石井和弘です。今の質問の関連ではありますけれども、えー、監督にお聞きしたいのは、最後にこのメンバーというふうに決断されたのはかなりギリギリ。 になったのかそれともある程度前からできればこのメンバーというところがあったのかそのあたりをお聞きしたいです、まあ、理由としては怪我、えー、から戻ってこられた選手であったりとか代表での出場試合数それほど多くない選手も含まれています、まあ、そういったこともあってぜひ教えていただきたいと思いますおっしゃる通り、えー、選考には本当に時間を要しましたしその最後に決断したのは本当に 今日の朝実際は昨日の夜に決断し朝起きた時に何か違った考えが出るかっていうところもありましたけども昨晩いろんなことも考えて、えー、決めましたまたそれに至るまでにスタッフと WE リーグが終わったあとにもミーティングを重ねまたその以前からも 選手の状況状態を把握しながら。固めていってた、まあ、そういった過程はありますけれども。質問のお答えでしたら。昨晩考えました。ありがとうございます。え、他いかがでしょうか。中央の。プレーの男性お願いします。あ、すみません。朝日新聞のテ照屋と申します。あの、先ほどの、まあ、岩渕選手のところもあるんですけれども。前線の選手で、まあ、ワールドカップの出場経験だったりっていうところが。 ある選手が多分岩渕選手が除くといなくなって、まあ、田中選手など経験ある選手はいると思うんですけれども割とフレッシュなメンバーが揃ったのかなと思うんですがそのあたりの狙いとあと先ほどの高橋花選手はおそらく WE リーグ最後の1試合しか出てないと思うんですけどそのあたりの状態を含めて教えてください、はい、前線の選手の経験の話ですけれどももちろん経験を 必要とするまたまた若い選手の勢いですとかワールドカップに向けてそこでの野心といいますか、まあ、そういったプラスのこともあると思いますのでまた世界大会で言えばオリンピックにも参加した前線の選手ももちろんいますしそういった意味で、えー、経験と 若い選手のアグレッシブさとその辺のバランスは考えつつも良い部分がどういうふうに出るかというところを考えつつポジティブな方を選んでメンバーを選考した。なのので経験の数とか そういったことよりも今、このチームで何が起きるかできるかというところを中心に考えた結果、そういった構成になったと思います。で、2つ目の質問の高橋選手の件ですが、所属クラブとも怪我から復帰というところではメディカルチームの情報を共有しながら、そしてしっかりとした過程を得て、最終節にプレーできたということ。それと今後の またワールドカップに向けてのプログラムを共有しながらそういった過程を踏めばしっかりと戦える状態になるまあそういったことも踏まえて選,ぶ選ばさせていただいたまあそうういいった流れはあります、はい、ありりまますすがとござ中央、左側の2列目の水色ですか、ね、の、はい、シャツを着られたダンスます。 えー、っとまあ、先ほどのちょっと質問にも関連するんですが、えー、前線の選手がですね、えー、まあ岩渕選手が抜けまして、えー、海外組海外でプレーしている選手が浜野選手のみになりますというところでいわゆる w ーリーグで結果を出してきた選手たちにどういうことを期待されて。 どういういなでしこのサッカーを見せてスペインはじめ世界の強豪に立ち向かっていくのかというところをお聞かせくださいまあ前線の選手でまあ海外でプレーしているもしくはウィーリーグでプレーしているというそのどこでプレーしているかというよりは本当にどういう動きができるかまた前線の選手なのでどうゴールを取っていくかまあそういったところで、えー 選手選考もさせていただきましたしもちろん WE ーリーグでしっかりとこう結果を残すそういった自信を持ってワールドカップに戦って向かっていってほしいという、まあ、そういったことも考えました、まあ、我々世界と戦っていく上では本当にいろんなタイプの選手いろんな方法でゴールを奪いにいかないといけないと思っていますので。 まあこれからの準備の期間でそういったコンビネーションでしたり、またフィニッシュにどう向かっていくかそういったところは準備していきたいなと思ってます。ありがとうございます。そちらの白いシャツの女性をお願いします。こんにちは、増島です。よろしくお願いします。えっとあの池田監督にあの男子の時はですねあのまあまだ見ぬ。 景色というのがベストイトだということでかなりスローガンを掲げていきました今回はあの監督成績はあのどこを目指すか改めてメンバーをあの発表した時点でお願いできますでしょうかはいなでしこジャパンは2011年に世界の頂点に立ちまたその翌年オリンピックまた次の大会でも世界に 上位に食いいい込んで戦いを繰り広げていましたまたそういった過去の優勝そういったポジティブな部分をまたこのなでしこのメンバーでしっかりとつかみにいく頂点を目指して戦っていく4年に一度の大きな大会ですからそこはもちろん。 チームとと目指していいきたいところでありますまた、先ほども申しましたように、世界の女子サッカーの成長スピード、そこに勇気を持って立ち向かっていく、目標を掲げながらも、そこにひるまず勇敢な姿で立ち向かっていければ、そういうふうに思っております以上です。 ありがとうございますあの会長と、あのえー、と佐々木さんにお願いいたします、えー、と会長あの、えー、と未だのテレビ放映が決まっていないという状況なんですがこのことについてあのお話しいただけますでしょうかそれから佐々木さんあのやはり優勝してから、えー、3大会、えー、かかったここまで4大会になるということになりますが、えー、佐々木さんの方からご覧になって今回の,あの可能性というのを教えてください。 流れから佐々木委員長監督とはよく話するんですけども実的にまあ優勝とか準優勝したということの,あの状況から垣間見て、まあてそこはしっかりと準備してくれている目標値としてただ本当にそういう意味では世界のサッカーが変わり出場国も多くなり非常にそのチャンピオンをつかむまでは あの以前よりも全然難しくなっている現実はあるんですけれども、いずれにしても、我々スタッフだけが気を張らずに、本当にマインドを、ですねやはり選手たちと一緒に、やはり大きな大会については、やっぱりトップを目指してやるということの方が楽しさ、そして目標、経過もすごく楽しいものになると思いますし、そういった意味では池田監督はかたくなにもちろん、我々が優勝したとか、準優勝したとか、 それはあるんですけれども、それを双方にバランスよくそういったものを目指していくということにあの目指していただいてます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えっとまずあのジャンニー・ファンティーネ会長が木狩りの総会で、そしてその後のさまざまなインタビューにおいても。 男子と女子を、その差をなくしていくっていうこと、この考え方は非常に賛同できるものです。私も FIFA のカウンセルのメンバーとしても、この男女差をなくし、平等であるような、そういう世界にしていきたいということ、これについてはもう本当に同意し、今回もそれが反映され、賞金、チームに対する賞金や、選手に対する賞金も非常に、 今までにない高額なものになったということは、その一つの表れだと思い、われわれは FIFA の言っていることについては、非常にあの同意するところです。そして、テレビ放映権につきましては、今まで FIFA とそれから各国のコンソーシアムとか、各国のテレビ局が交渉をして決めてきたことです。それについて日本サッカー協会が今までも 全く関わってきてきいませんで今回まだ放映権ができていない国が日本だけではなく日本中国そしてドイツやイングランドフランススペインイタリアと非常に強豪国がまだ契約を結んでいないというところです、えー、まあ,あのアメリカそれ,それから、えー、韓国これはどのような契約をしたか分かりませんが カタールのワールドカップ、あの辺、あの辺りで契約したというふうに聞いています、で今、あの非常に、放映権が日本の市場価値というところと、まだ結びついていないために、放映する局が決まっていないということ、放映されるかどうか分からないということについては、本当に大きな懸念を抱いています。それもあって先週 イスタンブールに行って、ドイツ協会、イングランド協会とこの話をしたところ、全く同じ状況です、つまりあの FA が各国協会がそれに関わることは今までもしてないし、関われないと、そこは FIFA とテレビ局がやっているけれども、進捗状況としてはまだ動いていないということを聞いています。 えー、きあのつい最近も FIFA が日本や中国を訪れたというふうに聞いていますが、その交渉状況というのも,もう詳しいことは私たちは、えー、聞かされておりません、えー、そして、えー、聞かされているのはまだ決,ま決められないということです、つまり隔たりがあるんだというふうに思っています。えー、これは何とかワールドカップまでに どういう形になるのかは別としても解決していただき、テレビを多くの国民の皆さんが見て、そしてこのなでしこジャパンを応援していただけるようになるように、我々も望んでいますし、我々ができることがあるとすれば何なのか、そのことも含めて考えていきたいというふうに思っていますありがとうございます。政府はいかがでしょうか はいではそちらの隣のメガの先生、よろしくお願いしますあゆうかんの久保と申しますよろしくお願いします池田監督に質問があります、えー、かつて男子のワールドカップでは数選手が落選したり中村俊輔選手が落選したこともありました今回の与内選手が外れたということは監督自身このチームに勝を入れるんだと一つこう気合を入れるというか もがらっと変えていきたいと戦いに行くんだという意思があって落としたのでしょうかその辺の本音をぜひお聞きしたいんですがまずは23名を選ぶそういった中で落選する選手をその選手の落選を勝つを入れるだとかそういった意味合いに使うことは私は考えていません。 常に今のタイミングでワールドカップに向かっていくそのメンバーを本当に選ばせていただいた本当にすべての選手にリスペクトしてますし今までの活動やこれからの成長も期待してますしそういった意味では本当にここの,この場で 二十三名を考えお伝えしている、まあそういった気持ちです。ありがとうございました。ありがとうございます、えー。他よろしいでしょうか。はいでは左側のはい奥の方よろしくお願いします。 田島会長に先ほどの放映権の話ですけども,もう時期的にもうもうかなりテレビ局だったり編成の問題とかも関わってくると思うんですけども,も JFA としてはもう全く介入って言い方はあれですけどもあのもっと積極的に関わっていかないのかというところともしそのテレビで放映されない場合の どういった形で一般の人に目を向けられるような形にするのか、FIFATV FIFA みたいな形で配信するのか、JFA がそこら辺、日本戦であげる放送すのか、そこら辺だけちょっと確認させてください、お願いしわれわれがそこに介入するということ、今までしたことはありません、やはりこの市場価値の中でテレビ局とその売り、そのライツを持っているところがしっかりと話して決め,決めることではあります。ただ やはりしっかりと放映されない見ることができないということがあってはならないこの女子のワールドカップだというふうに思っています、えー、もちろんあの全くしてないというわけではありませんが今の現状で言えば FIFA+, では無料で見れることになっていますが日本語の,あの解説もありませんし、えー、そういう中でその今まで興味を持っていなかった方だとか なでしこを応援したくなったとっいう方が、じゃあ、あえてその FIFA プラスに入っていくかどうか、我々疑問ではあります、サッカーを好きな方であれば、そこに入ってみようというふうに思ってくださるかもしれませんが、やはり地上波でやることの大切さっていうのは、僕らはしっかりと訴えていきたいというふうに思ってますし、FIFA もそのことは分かっています。地上波でやるとということを前提に今も 各国今最後の爪をしているという,ふうに聞いていてます FIFA の方からは非常に楽観的とは言いませんがしっかり解決するというようなコメントを聞いていますが先ほど申し上げた他のアソシエーションの状況を見ると日本も含めてまだそういう歩み寄って何か最終的な交渉になっているというふうには 聞いていてません残り1月半、まあ、あの日本はその編成だとか、さまざまなことで、そんな簡単に、もう今だってぎりぎりのタイミングだってことは、あの重々分かってます、国によってはすぐにできるところもあるのかもしれませんが、えー、とにかくそういう状況であるということは、FIFA に伝えた上で、なんとかこの契約がしっかりと行っていただけるようにはし,たいしてほしいと思っています。 はい、えー、そうしましたらお時間の都合もありますので以上で質問は終了とさせていただきます。お失礼しますえ。この後、えー、フォトセッションに移りますが、ジェフオフィシャルの配信は以上で終了とさせていただきます。えー、配信ご覧いただきました皆様ありがとうございました。ありがとうございました。この後会場はフォトセッション続きます。よろしくお願いします。はい、ではフォトセッションの方に移らさせていただきます。えー、ご準備しますのでしばらくお待ちください。先にスチルの方から、えー、撮影、えー、いただきます、えー。少々お待ちください。 いや驚きがあった、うんね、今回の発表ということでいいでしょうか。驚き、うん、最初に驚きですね。そうですね、うん。やっぱりその岩渕選手の落選は、はい、まあ正直びっくりしましたね。ここまでずっとコンスタントに選ばれてはいたので、はい、で最後の国際試合までも入ってましたし、そうですね。まあ本人のその状況とかはまあ私はわからないですけど、う,うん、そういった状況とかバランスっていうまあ。 監督もおっっしゃってたんででそうですね監督が話していたのは1、うん、一つの要因ではなく、うん、活動の中のコンディションであったりクラブでの状況であったり、うん、対戦相手を考えた時のシチュエーション、うん、考えた中で決断をしたということで先月、私もイギリスに行って<あ>トッテナムとウェスタンの試合を見たんですけれども、はい、本人の口からは決してその膝の状態が万全ではないというような話は。 聞いていててまし試合には出ていまして途中から出場はしていまして本人もこう歯がゆい思いを持って試合後にインタビューに答えてくださっていた点もあるので、うんまあ、もしかしたらその100でできないおどかしさみたいなものはあったのかもしれないなとは思いつつもただ、まあ、これまでの実績と貢献度とか見ていくとやはり驚きは隠せないなという思いがありますよね。うんよねうん、私もその、まあ 今までもずっとそうですけど、まあ、熊谷と岩渕がそうずっ,っと前と後ろでここ引っ張ったのかなっていうバランスはあったんで、はい、ああ、そうなんだっていうのは思いましたねそんな中で経験よりも今何ができるかを重視したと監督からの言葉もありました海外でプレーしているかということよりもどういう動きができてうん、うん、チームとしてどう戦えるかいろんなパターンでゴールを取りに行かなくてはいけないということでしたので。うんうんうん まあ池田監督もいろいろ考えた結果の決断なんでしょうね。ね会見でもまあ結構しきりにその言ってたのが、はい、まあ挑戦ってワードが結構出てきて,て、はいて過去の,そのなでしこの結果よりもそのまあ今,の今挑戦することだったっていうのをなんかこう選んだっていうのはあるのかなと思いますしそれはこのまあ若い選手も多い中ではまあ思,い切り思い切ってやれるのかなっていう。 うん、その選ばれたメンバー一覧で今あるみたいなので見ていきましょう、はい、ご覧の23名ということになりましたがかなりあのコメントの方でも驚きを隠せないという方々やはり、まあ、岩渕選手もそうですし岩清水さんでいうとベレーザー関連でいうと小林選手もそうですし木下桃佳選手頑張れという思いがあった方もいたみたいですね。 そうですね。G チームで言ったらリカコがね10番背負はて、あはリーグでもマウントに点を取ってっていう状況ではあったので、なんか難しい。はこちら最後になります。願いもそこであったんですけど、はい。ちょっとそこは残念で残念でしたね。ディフェンスで言うと、宝田のりまつ選手落選というコメントもありましたけど、やはりそのあたりいかがでしょう。映像の方も最後お三方で手を重ねたバージョン行きましょうか。まあ多分そこでそう。 まあプラス人数取れないセンターバックまあ三倍で考えるとまあやっぱり枠的には少なくなったりとかもありますしでサイドの選手もできるセンターバックできる選手たくさんいます。ありがとうございました。では以上をもちましてフォトセッション終了させていただきます。皆さんありがとうございました。のところでね誰が優先かってのはじゃないですかね。以上をもちまして M3 の新潟2022のバルトカップにからうと石川藤野の浜野この辺りの若い選手たちが選ばれましたけれどもいかがでしょう。 だから石川遼選手は、はい、まあリーグでは本当にコンスタントにブレっていうのを発揮してはいますけど、はい、その海外でなでしこジャパンで選ばれたときにはまだ出場率っていうのが低いですし、はい、どうななのかなって思いますか現状、国際 A マッチは1試合ですね試合で選ばれるって多分、相当、まあ、信頼もあると思いますし、アンダー20で多分一緒にやってるっていう経験と、まあ、信頼度もあると思うので、はいうん、そこは。 A 代表での,、まあ、その出場率って考えじとあれですけど、はい、まあそこはポテンシャルは信じられてるんじゃないかなと思います、うん、その辺りの勢いというのも、うん、あるいは考えているかもしれませんねそうかもしれないですねもしも、ね、誰か怪我をした場合とかも抜擢、はい、される可能性もありますし、ねえー、まあ大会の中で成長するっていうのもありますしそういったところは期待したいいなと思いますやはり石川の活躍にも期待しますというコメントも入ってますね。うんうんうん だから石川選手と藤野選手が最、はい、年少みたいな感じですよね。そうですね、うん、あとは浜野選手も19歳ですね3人が年齢は一緒ということになりましたね、うんうん、そして、はい、あの先ほどちらっと入ってきた情報ですけれども藤、はい、野選手は移動中だったということですね。ベレーザのーのスタッフの方から、はいあの 小ネタが入ってきました。<laughs> <laughs> はい。あの富士の選手は移動中、うん、電車で見たと <laughs>。電車の中でこの配信を見ていたということなんですね。なかなか強心臓す <laughs>。そうですね。<laughs> で、あの上喜理子選手は泣いたときて。はい、ああ、やはりそうですか。前回大会悔しい思いがありましたね,、えー、ね。怪我で離脱してしまったり。とか、はい なんか彼女もそのなんか今、ベレーザをこう背負って戦ってくれてなんかみんなのために点を取って得点王にもなってくれてっていう中でなんかまあ自分らの自信を持って大会に入れるのかなって思うのですごい、個人的には応援したい気持ちもありますし楽しみっていうのはあります、うん、あとはまあ熊谷選手は32歳、はい。 チームを引っ張る存在ですからね。何大会出んだこの人は。<laughs> 2011年からになりますよね。すごいね。4大会目。何大会目か。の必要になります、うん。しかもローマ移籍しましたもんね。あ、そうですね。南選手と。はい。あ今、今ポジションごとに選手がこう出てきていますけれども、うん、ちょっと,あ,とあ、年齢ごとですね。あ、年齢ごとですね。失礼しました。はい 熊谷選手が呼ばれてねあのローマ遺跡決まりました、はい、今の状態っていうのもやはりまだまだこのいい状態なんですよね、うん、その今チームとして活動が終わった後だから、はい、まあどうなんですかねなんかこう 初めてなんですよ、ね、そのウィ e ーリ,ーーリーグができて初めてワールドカップっていうあるじゃないですかカレンダー的にシーズンが終わってワールドカップって今までなかったんですよなるほどシーズンの途中にワールドカップをやってたから終わった後のっていうのってどうなんだろうっていうのは、はい、まあやったことないだからなんかコンディションとかじゃ怪我とか,か疲労感とかどう出てくるんだろうなっていうのは感じてますね集合するのが6月の27日火曜日と。う いうことでまだ時間はありますよね、うん、期間はあります、まあ、多分ここでいまあ、今、帰ってきて、はい、多分今 1, 1週間ぐらい休んでる選手が多分多いと思うんですよね、海外組とか。はい、で今、国内の選手もそうですね今ちょっとちょっと休んで、うん、ま,あまたスタート、はい、すぐ休みきらないぐらいのスタートだと思いますねそうか。それがじゃあどう影響してくるのかというところも変わってくるんですね。はい、でで本本選選手手も入りましたですね、ええ、いや直 うん、そのレッツでチーム引っ張ってる存在ですし、はい、まあ何より結構、うち直本選手の,そのですかセットプレーのそのボール結構、期待してるんですよね、はい、結構すあのレッツでそのアシストも多いですしそのセットプレーのなんかキーになるんじゃないかなと思います。 現代サッカーそのセットプレーというものは非常に重要になってくるという点においては、はい、キッカーとしても非常に楽しみだあの私たちもね結構苦しい試合をセットプレーで勝ち進んだっていう経験はあるので,で、ね、はい、はい、そこはなんかこう一役買えるというか、うんはい、期待が持てますねそして田中美奈選手ここはねもう前目を引っ張ってもらって経験ありますし、ええ、なんか前と後ろのそのなんていうんですかね試合中の意見交換って結構大事だと思うんですよねはははでそれがこう、まあ、美奈とも一緒にやってましたけど、ええ、前からの意見とかも 結構大事だと思いますしこうやってボール運んできてくれとかもうちょっとこう前でボールを追ってるんだからもうちょっとラインコンパクトにしようよみたいなのとか意見をすり合わせる上ではなんか結構つなんんですかぎ役になるのかなと思います。 あの清水選手に聞くともうキスのストライカーだと。<laughs> 確かにね。ゴールに向かうその姿勢とかはやっぱり一番すごいっていう話もしていましたね。<laughs> うん、かかだから田中選手いるとね、まあリサからこ、うんリサとかえっ、ー、とユイとかから、うん、そのパスは多分出やすいし、一緒にやってた時間も長い分、うん、そうですね。うん、結構合うの補給もあると思うし、そこはまあいいホットラインになるんじゃないかなと思ってます。三宅選手はいかがでしょう。三宅選手、宮家選手。あ宮あインナックですよね。 はい,はい、はい、あのー、今、まあ、スタメンとか、こう、今までの。考えると、はい、まあ、大体、三宅、熊谷、南っていう三枚で、割とやってるんで。まあ、そこが揺るがないのかなっていうのはありますけど。まあ、そこはどう変わるのかなっていうのは。楽しみだなと思います。はい、そして、清水選手。はい、清水は、まあ、スリバックの、この横のワイドの、はい、あのー、中盤のとこやる。 であると思うんですけどうん、うん、私、意外とこのリサが3バックに入った方が楽しいというか<ー>ちのそうもちのサイドに守谷選手と清家選手が入って、はい、リサがそのディフェンスライン側に入ると、うん、結構、ボール配球もできるしるスピードもあるんで最終的に相手と1対1になりそうなところカバリングできるとかそういったなんかこう広い意味でディフェンスラインを引っ張れる存在なんですよね。 なのでこうリサのまあスリーバックもありなのかなっていうとこす。ちょっとそのあたりはボードも絡めながら後ほどああはい、はい、しっかり見ていきたいと思いますけど、<laughs> はい、海外でねやっている分体格のね、はい、いい選手たちとも対、うん、もう戦ってますからね。はい、毎日ね。ねそして聖、ね、ケ選手ですね。聖ケ選手は本当にリーグでね、はい、コンスタントに点も取ってますし。はいなんか コンディション良さそうですね。本当に。コンディションと、なんか心のバランスと、うん、すごい調子の良さそうな選手なので。うん、なんかせいじけ選手は、ま今で代表でも、はい、ゴールしたりとかもしてますし。はい、はい。なんか。多分、その、安定して、力出せるんじゃないですか、ね。なるほど。どんな舞台でも、はい、自分の力を発揮できる選手。うん、なんか、あんま緊張とかしなそうだし。<laughs> <laughs> そうなんですね。守、はい、屋選手はいかがでしょう。守屋選手。もう、本当に。 このアイナックでも同じポジションなんですよね、ーバックとそのサイドにっていう意味ではもうやり慣れてますし、守、うん、谷選手のその駆け上がりと攻撃参加は本当にやってても嫌なので、はい、あーなるほど、うん、すごい運動量ありますし、足も速いし、<ー>結構、すごい嫌なボールクロス入れてくるんで<ー>、まあ、そこは自分のチームでやってることをやればいいっていう、はい、なんですかね、まあうん、やり慣れてることをやれるっていうのは。うんうんうん でまあ、年齢的にもねいい年齢だと思いますしそこはなんかいつこう、まあ、途中出場とかが多分あるかもしれないですけどその準備っていうのは多分ずっとできる選手じゃないかなと思いますそして、核になるであろう長谷川選手もしっかり選ばれてますね、はいまあ、そこは当確だと思いますしす、ね、チームの中心にいると思いますしあの今、ね、シティでボランチやったりアンカーやったりしてますけど。 まあ今回も多分このダブルボランチとかそれ中盤の前面よりかは後ろのコネクターになるのかなっていうのは予想できるんですよね。はあええ、なので、守備する時間とかもきっとあると思いますし、うん、それで前のつなぎというのもあると思うんでここから始まるというような感覚で、うん、でまあディフェンスに引っ張られるよりかは前で仕事できた方がチームバランスとしては多分いいとは思うので、はい、まあなるべくそのまあ守備しつつもやっぱ攻撃のうんうん、うん。 起点にもなってほしいなぁと思ってますあの林選手も同じボランチの選手ですけれども、はいえー、ーコメントでも来てますね、はい、長谷川と長野がいたらは林は何をするんだという,うん、うん、ここが私の予想長野、長谷川、林で三人で三、まあ、人で回すというかそれか長野長谷川が出るなら、うん、まあこのイレギュラー 何かあった時にも対応できるサイドに人が多くてサイドと前が多くて真ん中のサブというかコネクターの役割の選手が意外といないんで杉田とかもできると思いますけどチームでもやってますって人は。 三人なのかなって感じなのでそうですね、はい、ウエストハムでも林選手がやってますし、はい、林選手はちゃんとゲームの流れを見つつ、はい、まあ、で出るなら出るでもちろんあれですけど出ないにしろそこのゲーム見ながら入んないと、うん、ここでねこうゲームもしも途中から入って崩れると結構痛いんでそうですね、はい、そこは大事な役割かなと思います杉田選手はいかがでしょうか杉田選手はチームでもすごい攻撃的 な印象が強いですサイドで、はいまあ、守備ももちろんですけど、えー、最後のクロスの瞬間にここのゴール前まで走れるっていう走力は本当にありますし、うん、運動量、めちゃくちゃあるんですよねどこにでもいるみたいな人 <laughs> なので、まあ、サイドとか前とかでも、まあ、ずっと走っていられる選手ですしもう2人分ぐらいいの運動量あるんじゃないですか <laughs> <laughs> そしてね、はい、続いての面々ですけれども。 はい出ました南選手も、まあまあ、ディフェンスの選手で入るでしょうというところですね。ももそのバックとしては、えーまあ、ずっと試合にコンスタントに出てる選手なのでローマでもタイトル取ったりとか自分の自信っていうのは増えてきてると思うので、うん、まあそこはあのー、熊谷にこう頼りすぎずに自分の,そのリーダーシップっていうのももっとどんどん出してほしいなって感じてます。 そして長野風華選手、はいまあ、リバプールでも、ね、コンスタントに試合入れたり本当に技術力高いですし、はいうん、う簡単に奪われないし、うん、こうミスの少ない、そつないプレーっていうのもあの光るプレーなので,でミドルシュートも持ってますしね、はいうん、そこは、まあ、いろんなコネクターにもなると思い、うん、ますし、はい、そしてあの、発表された時に王、うん、と。うん 岩清水さんもちょっとなったのが千葉レミナ選手ですね、はい、あのジェフの選手なんですけど、えー、千葉選手あの、前十字で怪我しちゃってここ何試合かで帰ってきた選手なんですけど千葉さんの代表でわこの人めっちゃ動くめっちゃいいじゃんって思ってた矢先の怪我だったんですよ。はい だから結構おいいの来たなーってなん客観的に応援したところを怪我しちゃったからうわー残念だなって思ってましたけどここで入ってきたのはちょっと嬉しいですね。うん、そういったあたりの期待もあるんでしょうね。はい、あの前線でこうまあ、しんきついきついパスでも追っかけてくれるキ、はい、ープしてくれる、はいうん、まあそういったなんか泥臭いプレーっていうのはすごくやってくれる選手でうん、うん、でボールクロスにも飛び込めますしもう、はい、なんかそこは。 うん楽しみですね。ね何かきっかけを作れる選手かもしれませんね。はいまあ途中出場とかでもまあ結果出せんじゃないかなっていう期待はあります。はい、そして涙したという植木理子選手良 <laughs> かったですね。<や>本当ですね。うん、なんか代表への思いも強そうですし、はいうん、もちろんそのベレーザでの結果ベレーザを背負って行ってくれてる感本当にありますので、うん、うんうんうん、そこはなんかこう本当に。 頼むって応援したい気持ちはあります、うん、思いも乗っかっていくことでしょう、はい、宮澤ひなた選手、いかがでしょう、はいまあ、長くね太さんの対戦のところで長くやってますし、はいえー、本当にスピードとスピードの中のドリブルとかもめちゃくちゃ速いんで、出場はスタートかーとかっていうのはあれですけど、まあ、どんな状況でもあのそのスピードを持って切り裂いてくれるんじゃないかなと思ってます。はい 続いて高橋花選手怪我もね、はい、心配されたということですけど、はい、あのー、リコの仲良しなんですよあそう,なんす、ね、<laughs> そうですよね同い年かなんかで、はい、でまあ、はい、花ちゃんのこと結構お話にも出てきますし、えーうん、でも今回そのウィ、えー、リーグ最後の試合出ただけで、まあ、間に合ったんだなっていう感覚は、うん ありますけど力は十分にある選手分に、ね、あと、まあ、は、ここからどれだけコンディションを戻せるかなっていうところもありますしも、はい、ともと太さんと長くもやってますし信頼関係もあると思うので、はい、まあもしかしたらねスタートから行く可能性もあるので、うん、まあそこは本人なりに準備すると思いますで怪我といえば遠藤選手もちょっと心配されてはいたんですが間に合ったということになりますね。 1ヶ月先なんでね、試合と大会っていう風に考えると、うんはい、なので、まあ、それを見越した上でも、あの今、状況、もしも悪かったとしても、はい、まあ戻れるだろうっていう計算上で多分呼んでると思いますけど、チームでもゴールしたりとか、すごくあの海外選手に臆さないフィジカルを持ってるんで、いってほしいなと思います。はい、そしてこ,こからは 若手三人集と言いますか、十 <laughs>、ね、代が三人並びました。石川富士の浜野ですが、石川入りました。あのレッツでね、コンスタントにセンターバックとして出てましたし、ねはい、ベスト11にも入ってますし、まあ、やっぱ彼女でなんか止められた試合も私も感じてますし、えーうん、すごいそのうんフィジカルもあって体格も大きいし、ここから172センチ。今回ね、はい、その 出る出場時間少ないかもしれないですけど、うん、まそれでも経験っていうのはできると思うので、そこはまあチームの経験チームに還元できるようにこう頑張ってほしいなと思います。はい、浦和からは 4, 4人ですね、はい、選ばれた、うん、ということになります。で注目に挙げていました藤野選手、はいはい、入りました。嬉しいですね。うんうん、なんかペレゼ入ってきてから、はいうん、すごく今。 あのすごくゴールに絡んでくれるシーンも多かったしもちろん結果も出してますし、はいうん、青葉のそのシュートのひと振りの速さとかあ,<ー>あとシュートエリアの広さとかは、はい、もうちょっとそのななんだろうな日本の規格外みたいなところもあるので,、うん、でもそれはもう存分に。もう 私はかいですってプレーでいいと思うんですよね <laughs>。なんかいろいろ背負うよいうかはもう私やってやりますぐらいの,のコメントでもあの藤野が欧州リーグにバレる大会っていう <laughs> <laughs> さ,さらけ出されるさらけ出される、はいはい、ますありますか、はい、浜野選手あり手海外ね挑戦しましたしね、はい、今シーズンねいやあのアンダーニュでもあの活躍してましたし、はい、あここ三人は息のあった息のあったというか まあこれからを担う選手でもあると思いますしこれからだけじゃなくて今回の大会でも出たら出場時間は分からないですけど出たらやってやるぞ感をチームにビビシビシ伝えてほしいびま,まあそこから勢いをこうもたらしてほしいところもありますしね、はい、大会で結構こう、まあ、ラッキーガールというか、はい、意外とそういうなんかポットなんかあいましたもんね、<laughs> これまでも。そういった いきなりシンデレラガールみたいなのがぽっと出てきてくれると盛り上がるかなっていうのはあります、はいえー、ということで23人を、えー、岩清水さんとともに見ていきましたが、まあ、い岩渕選手がいないということで <laughs> その、まあ、じゃあ10番あそうか誰になるんだろうというところも、ね、あ今までの経歴とかそか岩渕がいなかった時に、まあ、えき、ー、と 長野風花がつけてたりはあったんで U20、はい、でも10番つけてましたね、はいはい、優勝した時にそ,うです、ねまあ、その辺りになるんじゃないかなでは思います、うん、それ以外にそうですねなんかあでもね田中美南、植木陸もなんかお互い9番って感じもするし、はい、前美南が今11番ですけど、はい、あそこでもないのかな <laughs> 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 長野風花かなって感じはしてます。 はい、そのあたりも注目ししていきましょう、はいはい、では、えー、このメンバーで7月に行われるワールドカップ戦っていくことになりますが改めて日程と対戦相手見ていきましょうか。ま、はい、すかねかもうあの岩清水さんは発表されるや、はい、こうどういう布陣でいくのかっていうのは手元のメモに書かれていましたが <laughs> ご覧の。 対戦相手です。戦ったことあるチームはどのあたりですか。す私の場合ですか、はい。いや清水さんが。私の場合ない。えあスペインコスタリカともスペインとも、うん。なんか当時あんまなかった気がしますね。うコスタリカうん、あったら逆に教えてくださいって感じなんですけど。うん、まあ、うち、多分私ない気がするんですよね。うんうん、うん、うん。まあ、ただ。フィバランクで言うと。はい、スペインが格上。そうですね。ことになります。すね、最終戦で。うん まあ、どういう戦いになるのかというところですね。うんうん、それこ多分、ここはもう順位が決まる最後の戦いなので、うんうん、次の決勝トーナメント見越して。うん、なんか、その順位関係っていうのも出てくるのかなと思います,そうですね。はい。では、改めて。はい、どこよりも早い。<laughs> 初戦ザンビア戦のスタメン予想を、はいはい、岩清水さんにお願いしたいと思います。こういうの初めてやるんですけど。あ、そうですか。まあ、意外ですね。いや、意外と。 だってどこよりも速いとかすごいあれですね。<laughs> そうです。一つまた価値があるっっ。こう。で、<あ>ここにキーパー。ーね、手前キーパーで。いちゃった <laughs> <laughs> そうか、相手がこう攻めてくるということをイメージして書いちゃうんですね。うん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 。うんうんうん これ、皆さんもき、じゃ、この間、ちょっとコメントもご紹介していきたいと思います。ますスペインは代表のラージグループ三十人が発表されたけど。プテリアス入りましたね。ということですね。そう、ですから、今回は、本当、二十三人きっちり入ったということで、バックアップメンバーとかも。おそらく、発表されるんですかね,すね。バックアップとかあるんですか。あるんですか、ないんですかね。いないんじゃないですか。もう、なしでいくと。二十三はないですよ。多分。オリンピックみたいな、十八はラ。ラージ、あ、じゃなバックアップあるんじゃないですか。 あれでもワールドカップ男子とかはバックアップメンバー,ー,ンバーいはいー一応入れたりもしますけどないということになるかもしれませんね。あ将来は岩清水ジャパンっていうのを考えてくださいコメントで。経験がなさすぎる。いや安藤選手もねちょっと期待した部分もあったんですけども。それですよ私はちょっと待ってたんですよ <laughs> あの年齢順テスト分かったそうそう気づいた瞬間気づいたけど <laughs> けど最後あるんじゃない。ああ、ね、そうですね。 うん、あでもやっぱ気になっている方います、ね、岩清水さん秋春瀬のウィーリーグ選手として見て、はい、7月、8月の大会に向けたコンディショニングは岩清水さんだったら大変だと思いますか楽だと思いますかというと。私昔からすると、はい、やったことないですけど大変だなって思ってて思ますあーシーズン中の方がコンディションはすご終わってふってなるじゃないですか。なりますよねあ終わったったていうなんかそこで 腰を上げるじゃないですけど一回こう緊張の糸がプツンと切れるそっからもう一回うでしかもなんかで代表でワールドカップでもうなんかまたピーク持っていかなきゃいけないっていうのは<ー>本当に大変なんじゃないかなって思っちゃいますねじゃあこちらにサブのメンバーを置,い、はい、置いときますねじゃあ発表しましょうかまず,、ね、まず,まずある程度今まで見てきた中で、はい やりますね。じゃ、あ私、これを。いきます。こちらです。どん。ある程度。はい。あの、今までの。まあ、傾向とか。ほうほつでや、今やりました。まず、ゴールキーパーは。やました。はい。ここはもう。硬い。まあ、まあ、まあ、そこは硬い。今までの。まあ、スリーバックまでは硬いというか。はい、真ん中に熊谷。熊谷、見分ける、やってるんですよね。そう。なので。まあ。 とりあえず並べました、このあとちょっといじりたいです。じゃあ、まず並んだそのスターティングメンバー、いったで初戦、固くいくかなみたいな。ボランチ2枚が長野・長谷川、右に清水、左に杉田。ここが杉田のところは、今、割と本当だったら遠藤がやってたんですけど、ちょっと怪我がちなので、そこはちょっとすみません、杉田選手に入れてて。で、ートップが植木真ん中、田中が左、右に藤野。そこはちょっと と田中みなの共存はあるかないかっていうところもあると思います。うん、みんながトップ入るとリリコが出ない場合もあるんで、うん、やっぱりその真ん中にどっちかが入る可能性もある。はい。はい、そこの左右のあれもありますけど、まあそのまあこれみね宮沢っていうのもあると思います。田中みなのところにちょっと一個下のところに、ね、うんあると思うんですけど、まあ、一旦これで並べつつ、はい。私が私がやりたいという、はい。私がやりたここからはじゃあ岩清水ジャパンで、岩清水ジャパンでいいですか。はい。意外と。 意外とだからここのうちリサが好きなんですよ。あー先ほどもねっ、はい、ちゃってありましたね。でここから配球していく、ででね、ここにあと、えー、っとね走れますからね、とあとまあここ、森谷選手が、はい、まあ調子いいのかなというか、チームでいつもやってますし、ええ、まあ調子いいのかなっていう感じはするんで、うん、でここ、起点になりつつ、あとは、どこだっけな、まあ、だから、私さっき言いましたけど、 セットプレ使いいたんですよだから、ここかなそしたらこの辺のまあレッツもそうなんですけど前やりつつ守備もできるコネクターもできるこうなりつつもいいみたいな中盤の人として、ここにいるみたいな感じはあるかなここからするとセットプレーが結構充実できるんですよ。そこのキッカーがいることでこの辺も生きてくるとセットプレーの時に。 ここがまあ飛び込めるかなっていうのはあるのであとはもう途中からですよねその千葉、うん、浜野らへ、まあ、んがこの辺はもう疲,れ疲れるまで走ってください <laughs> <laughs> もう疲れたら変わるっていう,ていう若い選手もいますからねなるほど、うんまあ、あとは 岩清水さん、はい、熊谷アンカーありませんか熊谷アンカー、まあ、あ,るあると思いますよ。あると思いますし、うん、私の場合こ、<laughs> なんかちょっと。うちね、これ、こっちがあるんじゃないかなと思うのでね。ほうほうほう。南選手真ん中にして、うん、ここがどこまで戻れるか。<ー>で、意外と、まあ、もちろんシチュではありますけど、はい、なんかこう経験と、うん、まあアンダー2でずっとふとしさんとやっててっていう経験上でいくと、こっちの方が。 所詮?。あ、いや、所詮、ごめん、所詮はない。所詮はない。<laughs> <laughs> その二戦目とかど。どっかで、はい、まあ、これもあんのかな。まあ、もちろん、その年齢もあるんでね。<laughs> どっかで、休める時は休むとか。あるかもしれないし、なんか、これも見たいなっていうのは。ある。まあ、まあ、まあ、硬いかなみたいな。えー、<laughs> ですね。うん、そうすると。ていうね、どうでしょうかね。 っていう感じでどうでしょう。皆さん、皆さんから性器をどこでいつぶち込むかとか、性器はね。長谷川一列上げるのはとか、皆さん思い一回ちょっと戻しますかじゃあちょっと。そりゃそうっすよ。いろいろありますもん。いろいろありすぎてさ。岩清水ジャパン白熱してます。ありますよ。だってまあ性器、性器、性器どこ？性です。性器。性器ってさ左もできる？ 左で左 <laughs> で,できるできます <laughs> できますよ正教さん,ん、ね、右のが印象強いんですよね、うん、でもサイドの人間だっていう感じだから、はい、ああまあここもやってたか前えもこ,もここはどうなんですか結構これ初戦としてはある全然あるやよっていう感じですかスタートは多分こっちこっちスタートはじゃあ戻します、うん、そうですね話がぶれるスタートはこうで多分,、はい、多分スタートって言ったらこうなると思います、うん はい。皆さん、うんうんうん。やっぱり直本選手シャドウっていうご意見もありますね。正解？もうなんかこれ答え合わせみたいになっちゃってるから。確かにみな皆さんもね思いが強いから。なんか皆さんの答え合わせってなっちゃってる。いやいやいや。でもだからこれが、そうだね。あ、ここがだから。あまあまあでもこのこっちでいいっす。こっちでいい。ね。どっちが先かとかっていう。こっちがこっちかっていうところですね。そうそう。こういうこういう。うんうんうん。っていう感じ。これどっちか。うん。 確かに、これがなんかこう一番。これまでの流れも見た、あとはここが遠藤選手戻って来られるのかどうかっていうところですね。そ,うんうんうん、そんな感じが。今してます。はい。はい、よし、よし見えてきた。なんか、所詮はやっぱちょっとまあ、手堅く。っていうか、いくのかなって感じはしてます。見ていきましょうよ。これも楽しみにして見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。 ね、さあ、えっ、ー、と、まあ、先ほどちょっと上がっていたトレーニングパートナー、まあこの23人以外のメンバーに関しては今後調整の予定だということで、まあ、もしかしたら入ってくる選手がいるかもしれないということですね。四五、うん、人、そうですね、はい。よ、そうですね。いやあっという間にこの生配信も。

声通っちゃうからって言われてたんですけどい <laughs>、はい、でも、よかったですね、いろいろとこの具体的に見えてくるというか今まではよし、ワールドカップ迫ってきたなっていう思いはあったんですけれどもメンバーが発表されてじゃあ、ここからどう戦っていくんだろうとかっていう思いを巡らせることができる今まではサバイバル感ありましたから、若干、そうですね。 チームとして動くのかなっていうのはあるんで、うん、ま僕はここからの1ヶ月がすごい大事なのかなと思います、うん、あの残念ながら入れなかったなでしこのメンバーもいるかと思います、はい、そういった選手の思いというのも23人は背負っていくことになりますね背負ってほしいですね、うん、もうもちろんギリギリでそうやって入ってない選手もいますし、はい、まチームで考えたらいくらでもそのなんで選ばれてないんだろうっていう選手ももしかしたらいると思うんですよね、はい、まその人たちの思いも背負ってやっぱ代表が強くないとその っていうのたぶん、みんなも持ってくれていると思うので代表が強いうことで、うん、子供たちの憧れにもなると思いますし、まあ、そういった将来,っていのも将来の夢を与えるというのも仕事ななのかと頑張ってほしいすそうですねそのワールドカップに向けてですね日本テレビ系列では7月の14日仙台で行われますワールドカップ直前最後の強化試合日本対パナマ戦を全国ネットで生中継いたします。 えー、岩清水さんも解説に来てくださいます新たなメンバーとなったこのなでしこジャパンのその勇姿というものをぜひ皆さんご覧ください、うん、そしてねワールドカップに思いを馳せてどんな戦いするのか皆さんでね占ってもらいたいと思いますが、えー、本日の配信良かったなと思った方はぜひグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします <laughs> 急に YouTuber みたいなことを今いあ、はい、<laughs> ありますよね私もテレビの人間ですがやってみました <laughs>、えー、ということで 今日は代表発表配信生配信ということで岩清水さんたくさんお話伺いました本当にありがとうございましたまた皆さんよろしくお願いいたします仙台,で仙台でお会いしましょう、はい、しし視聴者の皆さんもありがとうございましたま,またお会いしましょう